宮沢理恵51歳、おしゃれクリップ、美しすぎるナチュラル肌への称賛殺到風、森田号との変わらぬ自然大距離感にも羨望の声。女優の宮沢理恵、51位が6月9日放送のトークバラエティ番組、おしゃれクリップ日本テレビ系にゲスト出演。夫で俳優の森田号、45にたびたび言及する場面があった。 番組内の自分へのご褒美ベスト3にて語るコーナーで3位にワインをあげた宮沢。ワイン大好きで365日飲みます。白ワインをロックにしてと話し、MC の山崎育三郎38に夜の食事でと問われるとそうです。だけど家族、旦那さんも飲まないのでと告白。これに山崎が飲まないんですかと驚いた表情を浮かべるとそうなんです。 だから料理しながら飲まないと食事が早く終わっちゃうので、みんな。だから長尻合わせるように先にスタートしてフライングして、飲んでみんなとフィニッシュと笑顔で明かしていた。